さあ味方はまたしても頑張っている。さあここでガチャーサに持って肉団子ジャーンプ入れていく。どうも肉団子です。今日は多町パーキングでガチャーサやっていきます。よろしくお願いします。さあ武器はいつも通り若は使っていきます。月初なんでなぜかオーガンついてますね。さあ参りましょう。ギアはいつも通りボム2連メイン級効率インク回復となっております。まあ時々ぬりぬりしてね、なるべくアーマー早く回転していこうというギア構成ですね。まずは時々塗り固めてアーマー一発吐きたいところですね。右高台も塗っておいて、おっと敵に落ちにナイス味方。さあアーマー入って前線行く。さあ今日も強い味方に恵まれて勝ちを拾っていきたいところです。さあアサリをまず9個まで集めて前線に行きたいところ。さあ早速ガチアサリ作って味方がダンクシュート入れていく。さあ肉団子も入れていく。60カウントまで進めていく。さあアサリを再び取って残り5つ入れていきたいところ。右から敵さん侵入してきている。カウンターでキルしていきたいところだから左上の竹にやられていく。さあ味方3落ち、味方ジャンプし前線復帰していく。カウント6枚進めてますね。ナイス味方。さあ一旦、ゴール閉じてペナ47つきましたね。まあ、おそらく KO 勝利はこれで無理っぽくなりましたので、なるべく硬い立ち回りで勝利をものにしていきたいところですね。まあ、ここで一旦ゴール入れられてますが焦ることもあります。カウント6枚進めてるのはなかなか逆転は難しいと思います。しっかりペナを相手につけながら勝ちを拾っていきたい。さあ下に行ってるか、あまり見えない。おーっとー侵入していってる。さすがのボトルのバブルランチャー強いぞ。さあ味方頑張ってる。敵陣にバケツ侵入しているが、その戦敵刺さるのか。さあ味方やられている。さあ一旦3対3の数的同数塗り固めていく。味方がシュート入れている。カウントペナ27まで進んでいく。味方頑張ってるうちに自陣塗り固めていきましょう。左から一気にしていける。正面に切り、敵陣に敵が一人侵入してきますね。ちょっと敵に立ち回っていきたい。こいつキル取れない。あーこれきて、雨も降ってましたね。ナイス味方。さあ敵さん落ち、味方に2対1の状況。ナイス味方。いいですね、しっかり固く立ち回れてる味方さんも。さあ3対4に塗り固めて、もう一度前線復帰していく。まあこの試合ね、全然キル取れてないですが全然問題ないです。若葉の仕事は塗ることなんで、アサリに関してはね、固めにね、立ち回っていくことが重要かなと思います。さあ、右から1匹アーマー割れていく。3対4の状況。ゴムで牽制しながら、再び塗り固めていく。味方のフォローに入りながら、中央まで塗り固めていく。軽く傘にゴムで牽制入れて、正面1匹竹が来ている。右に1匹。こいつやれるか !1! まあ、十分でしょう。なじみ方。3対1。まあ、バブルに気をつけてほしいところ。バケツがまたしても敵に侵入している。さあボトルやっているので一旦打開完了ですね。さあ味方がまたしても頑張っている。さあここでガチャーサに持って肉団子ジャーンプ入れていく。素晴らしい、我ながら素晴らしいジャンプでしたね。最後まで動画のご視聴ありがとうございます。よろしければ動画の高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回会いましょう。またね。